テント大好きテントバカ尾上優香太郎です。今回はトマントのソロドームをご紹介したいと思います。こちら新作ですね。またあらかじめスペック載せときます。それでは貼っていきましょう。ペグはですね、約長さ24センチで硬い地盤に打ち付けても簡単には曲がりません。かなり丈夫ですね。これ計4箇所ですね、ペグダウンしていきます。次はポールですね。ポールは A の7001ですね。で、2本入ってます。2本とも同じ長さですので、まあ、スリーブにはですね入れやすい、分かりやすいですね。今ポールを2本スリーブに、挿入したんですけど、この後ですねこの2本を交差して、まあ、グロメットの方に入れます。あ、今こんな感じでポールが通ってます。こちらを交互にですねこう入れる感じですね、はい、こんな感じになってます。こうこうですね、 X 状に。で、反対側も同じような感じで入れ込みますね。はい、次はポールフックをポールに取り付けます。2箇所で、反対側も2箇所あるんでそちらを取り付けますね。次はフロント部分ペグダウン、こちら2箇所テンションベルトがありますので外側の方をペグダウンしますね。後部もペグダウンします。テンションベルトでそれぞれ、張り具合調整可能ですね。1、2で、後部も3、4。はい、設営完了しました。いや、いいですね。ピント張ると綺麗なテントです。本当にまた改めてサイズ載せときます。一応ですね、ベンチレーターは、このように開閉固定可能で奥メッシュですね。で、反対側も同じね、ベンチレーターがついてます。こんな感じですね。で、ガイロープは一応ループはですね全部で4箇所で、このようにこう反射するようにですね反射材がついてますね。で、黒でプラスチックの地材、かなり長さ調整が可能ですね。で、実はですねこちらにもフレームをですね巻いてガイロープで引っ張れるようになってます。まあ、風が強い日なんかはぐるっと1回転させて、まあ、中を通してこうやって引っ張ればですね、ガイロープで引っ張ればかなり風にも耐えてくれるんじゃないかなと思いますね。同じ仕組みのですねバンドがもう1箇所ついてるんで2箇所ガイロープで引っ張れます。で、ガイロープが全部で6本なんで、こちらを引っ張ってしまうとですねベンチレーター2箇所引っ張ってしまうとこちらの分が足らなくなるんで、この点自分で用意するしかないですね。で、生地の方が二重デニールのリップストップナイロン、シリコンコーティングで片面ですね。で、耐水圧は3000ミリになります。かなりスペックは高いですね。そしてこちらの格子状第2位まで、補強してありますので強度はかなりあります。で、ファスナーの方は、まあ、おそらく YKK でしょうね。かなり動きがいいですね。エタセルは2箇所で、こちらも光に反射する、まあ、反射材がついてますね。で、コードストッパーじゃなくて、通常のノーマルのタッセルです。
で今回ですねインナーテントをつけてるんですけど、実はこちらですね、届いてすぐはインナーがついてない状態ですので、あらかじめですね、まあ、あの家で取り付けてから使用した方がいいかもしれません。結構ですね、あの取り付けるオーリングね、数が多いんですよ。ですので、まあ、届いてからキャンプ時につけるとかなり負担になります。で後部にもですね、実はタッセルがついてます。ですので全部で、18箇所ですね、取り付け部分かなり多いです。でこちらのドアはハーフメッシュですね、インナーなんでフルクローズはできません。で開けて下で止めるという感じですね。はい、中はこんな感じです。ランタンフックはフロント部分にありますね、結構前にあります。で小物入れが1箇所ね、で2箇所まあ電源コード用のファスナーとかないですね。でボトムの方もちょっと薄めですので、まあ、グランドシートは自分で準備した方がいいかなって感じはします。インナーはですねハーフメッシュなんですけど、天井部分だけ生地がついてますね。はい、じゃあちょっと横になってみましょう。まさにですね一人用です。ただこちらにスペースがですねあるのが、一般的なソロドームとはちょっと違うところですね。拡張されていますので、こちらで寝たとしても横に荷物を置くスペースがあるというのがありがたいです。例えばバックパックとかちょっとした小物を横に置けるというものですね。で高さがですね実は90しかないですね。ですので自分なんか身長163ぐらいなんで、頭はギリギリ当たらないんですけど、例えば身長が170、180ある方にとってはですね、ちょっとこの、高さ90センチっていうのは使用する上では厳しいかな、窮屈なんじゃないかなって気がします。はい、サイドから見るとこんな感じですね。本当に自分でもギリギリです、頭が。次は前室です。ちょっと上閉めてみたいと思います。前室の長さが、まあ、大体60センチですね。で、魚座型なんである程度余裕はあるんですけど、ちょっとですね、この高さが大体、まあ、鍋が10センチとして、テーブルプラス鍋で、26センチになるとちょっとギリギリかなって感じがします。まあフライパンとかならなんとかいけるかなって感じがしますね。ただやっぱ生地がナイロンっていうのもあるし熱に弱いね。あくまでも前室での調理はちょっと自己責任になってしまいますけど、まあこんな感じで見ればですね、調理できなくはないです。ただ例えば湯気とかがついてですね、おそらく中結露でびっしょりになると思いますし、まあ、上からは開けられない、ダブルスライダーじゃないので、このメッシュのインナー、ね、結露した水滴がボトボト落ちてくる可能性は高いですね。キャノピー作ってみました。ハトメとかないんで、まあ、こういうバンドを引っ張るしかないですね。でちなみに、こちらですね、キャノピーボーラー付属してません。でこちらの長さが95センチ、こっちが100センチですね。まあこうすればですね、キャノピーがあるだけでだいぶゆとりが出ますね。キャノピーポールは先端なしで110センチです。実際座るとこんな感じですね。はい、最後にですね、こちらのインナーを外してシェルター化したいと思います。
このようにスタンディングテープが2本あります。あちら取り外しはできないですね。セルタ化するとかなりですね、ゆとりができます。セルタ化すればですね、高さが95センチまでアップするんで少しゆとりができますね。頭にこの点も、まあ、シェルター化する場合はメリットがあります。まあ、あとは、軽量化ですね。このフライシート、ね、だけだとおそらく重量も1キロ近くになると思います。かなり軽くなるんで、例えばシェルターでキャンプする方にとってはすごくですね、これはかなりのですね、嬉しい、まあ、メリットになるんじゃないかなと思いますね。こちらのテントですね、耐水性なんですけど、一応雨に1日さらして検証してみましたんで、そちらの方をご覧ください。はい、雨に1日さらしてみました。撥水してますね。もうほとんどですね、雨少しですね染み込んでる部分もあります。まあただ問題はですね、中です。どうでしょうか。全然漏れてないですね。漏れてない。中はインナーの中もですね、全然漏れてないですね。素晴らしい耐水性です。はい、いかがだったでしょうか。まあ染み込みはしてますけど、全くですね漏れはありませんでした。この点安心ですね。通気性に関してドアは1箇所しかないんで風の抜けは悪いですね。で遮光性に関しては、まあ、生地に塗料を流し込んでるだけなんでそんなに高くない。夏場とかは、まあ、タープを併用した方が安心です。と耐久性ね、フレームは A の7001、ね、でペグもおそらく A の7075、かなり耐久性が高い。で耐風性に関してもガイロープですね、ループ以外にもフレームを巻いて固定できるんで相当な風にも耐えてくれますね。これは間違いなく。居住性に関してはやはり高さがですね、この90センチっていうのがかなり、使う人を選ぶんじゃないかなって気がしますね。まあ、好みが分かれるところはこのトグルの数ですね。あまりにも多いんで取り外しが大変。ただ取り付けてしまえば、まあ、あとはですね吊り下げたまま設営撤収ができるんで楽っていう点はあります。で携帯性ですね、とにかくコンパクトになる。で軽い、これはかなりですね徒歩キャンパーとかね、バイクキャンパーには嬉しいんじゃないかなって気がしますね。あと自転車とか、まあ、個人的にこうしてほしいなっていうところはやはりこの、インナーがですねフルクローズできたらよかったなっていうところが個人的に、思った部分です。まあ、ただですね、とにかく軽さ重視っていう方にとってはですねこのテントはすごく理想的なんじゃないかなって気がしますね。圧縮すれば30センチぐらいになりますね。修理キットも付属してます。で使える季節は3シーズンですね、春夏秋で、あくまでも1人使用になります。またですね価格載せておきます。すごく安いです。割引引かせれば1万円ぐらいで買えます。このスペックのテントでこの価格で買えるというのはなかなかないですね。でまたですね購入できる URL は概要欄に貼っておきますのでぜひともそちらから購入されてください。
それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう、キャンプ行こう、キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。